大丈夫かな、今ピカってなったから。ギャルと言われたらテンション上げ上げで行きますというしか、テンション上げ上げっていきますってそうか、上げで行きますって言ったらギャルって言われてもおもろい配信だけだと公演を応援しております。はい、ありがとう。配信だけどか、定番はハラミ様やな。これ定番なの、ハラミ様叫んだらギャル化に変身するやっぴどういうこと。ハラちゃんがギャルだったらまた違った場面が見れるね。見れますかね。いろいろな衣装の愛が見れるのは売れピーっすか。なんか真っ暗だった。え、大丈夫かな。誰かあゆじろうってコールしないかな。待って、あゆじろうおもろい。今日も可愛いね、ありがとう。あゆじろうあったね。あゆあれでちゃんとそのあゆじろうというあだ名は NUT じゃつかないってことになったんだけど、エアドロの名前あるじゃん、それはちゃんとあゆじろうにしてる。だからいつもなんだっけ、動画例えばそのフリー撮った動画とかエアドロしますってなった時に、え、あゆじろうみたいな先輩とかによく言われる、あゆじろうっすみたいなお日様がつけてくれたあゆじろう、そう、あ、お日様とか叫ばれるのもおもろいもう何してもおもろいもん楽しみにしてます。明日は初日公演の個物生写真が販売されるか、漏れているか確認します。購入したら、お、あ、そういうことか、ありがとうございます漏れてるといいな。いや、顔がこんなんだしさ、もうちょいといいですね。あゆじろうが聞こえたら他のメンバーも、いや、それなお日様はもはやひなたんなのよ、確かにでもあゆのことお日様にしてたらね。あゆみちゃん、おはようございます、おはようございます、おはよう、おはよう、おはよう。マイクを向けたら推しあゆじろうとキャッチフレーズ使うしか推しあゆじろう。あ、初見さんこんにちは、お、初見さんこんにちは、あ、待って欲しい いや、おもろいね、ほんとに。久しぶりにあゆちゃんのキャッチフレーズ聞けるのも楽しみな楽しみにしてください。私のお日様はなっちゃんで、でも4期のお日様はあゆみちゃん。あ、やった、嬉しい、ありがとうそっか、お日様がいちゃかわいいよって叫ぶの一番平和かもね平和、確かにあゆ、あゆだけじゃないもんね、お日様って、その自分のお日様のことを言ってるもん。楽しみにしております。楽しみ、明日楽しみだけど、私もうドキドキだし、もうやばい、へー、やばいね。うん、やばいね。ワイのお日様全員出演だからな。うわなんだろ、修羅場じゃないけどさ昨日のあの公演の MC もあれだよね、
なんだっけ、公演の MC、 あの待って、んどういうとこな、夜公演の MC で、あのNGT のファンの方あるあるみたい、 DD の慌て具合みたいな、カイリさんが言ったのマジで当てはまりすぎててめっちゃおもろかった。かママと見てたんだけど、あこういう人いるよとか言ってたら、それを全部カイリさんが言っててマジでほら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 みたいな、めっちゃ可愛いよって言ったら、みんなが知ってるよと言い返す、返そう。あゆあゆなら大丈夫や、大丈夫ですかね。あゆちゃんのしゃべぴの衣装見るの楽しみです。うわしゃべぴね、ある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 、そう NGT のファン、そうオタクの人あるあるかな、あれそうだっけ、でも確かに、うん、まあまあまああるあるのお話をしてた。お日様が見送り並ぶとね、並ぶとね誰の隣に並んでほしくないとかありますかね。セレビネーションは誰の級か決まってるの、なんかその研究生ポジションが J なんだけど、J ポジションも衣装を一応着ることになってて、だから誰のって見てないの、そういえばフィッティングの時。はやはや、お見送りで DD が何人もの推しに当ててるやつね。ん、あそうそうそう、慌ててるやつ、そう、あやしはグイグイ行かなきゃ、緊張するよ、愛が話せない内容とかだとどうしよう。そういえば、マイナさんが新潟スイーツ部の入部決まった。え、ねえ、それな。あゆぴぴ、おはよう。やぴやぴ、おはよう。はやちゃん、はや、体調は大丈夫か、大丈夫だよ。まあ、大丈夫な方なんじゃないですかね。ちょっと。つんさ、これ朝だからむくんでんのか。特に空き缶が楽しみ、やだ失敗しないから本当に怖い。お土産単押し星先で DD 星後の方したらやばそう、安藤さんに提案したら、え待って待って、どういうこと、待って星ちゃん、はい、は何部に入部するのかね、4期生なんかよくわかんないんですよね、全然部活だから、でも今水槽がいいんだな。あいちゃんのおさまの衣装だといいね、確かに、あでもなかった気がする、確かひなたさんの衣装、ひなたさんがの衣装じゃなかった気がするな、確か。あっかんはなあちゃんと同じように転ばないように、そうだねそうだそうだね、転ばないようにしないと。メンバーは星も読み取る力も必要だから大変よね、大変なんだろうマジ星、ハッピーラッピー、緊張する、どうしよう緊張する、緊張する、めっちゃ緊張してる、はやーはやー、杉本はたまに星になるんだよ、うそなんで、なんでだろう、
あ、はやはや。明日だよ、プレッシャーかける。かけないでよ。ショールームもあまりやばい言葉ならならないもの限り押しならないようにそうしない。ああ、やばい、やばい言葉ならないもの、やばい言葉ならないもの限り押しならないようにし、うんうん、そうだね。言いたいことわかるよ。そうだね。サマーグッズ届きました。大切にしま大切にしま、ありがとうございます。大切にしてください。サマーグッズね。あー、もうもうやだ、もうあいさん、もうやばいやばい。あー、どうしよう、もう緊張してきた。緊張してきたよ。やばいよ。にゃにゃ、あ、初見さんこんにちは。にゃあいつはたくさん思い出作ろう、作ろう。おー、やばい言葉は打たないけど、私は打っても星にならない人です。え、そうなん、そうなの、それはそれは一曲歌っておく、緊張ほぐれるかも。いやいや、明日のお楽しみですよ。昨日の集合写真結構買う人、あ、明日か明日の集合写真結構買う人多いかも、多いかなあいちゃんなら余裕で大丈夫だよ、本当に大丈夫かな。おばあちゃんから頭4曲まで全力出し切るぞ頭4曲までなんですかあー、もういい。テロクと根性と教えのアイドルマスターした、すごすごすぎ。明日影穴星のかな、え、誰だろうね、影穴。ほんまチルドレンだから安心して見てる。ほんまチルドレンはやちゃんのあの別のセリフ言ったらみんながもやか、あのさ、いや別に、あ、いや、あの、いつもさ、前座前さ、あの別が流れてるじゃん、劇場って。だからあの、そう、劇場、ん？それで前段前とか緊張してハハハハってステージ裏でなってるんだけど、その時あの別で平田さんのそれってどういう意味があると絶対それ言うんだよねそれってどういう意味、めっちゃ裏で踊ったりしてる時もあるし影穴はあゆちゃん、まだわかんないな。明日の詳細が出てもう明日だねパフォーマンスは大丈夫だと思うけど油断して自己紹介間違えそう。あ、ね、まあ、本当にありそうなんだよマジで。あ、57分、あ、本当だ本当だ、ちょっと待って、今度から一瞬の花火だね。え、あ、あ、そっか、そっか、もうあの別じゃなくなるのか。頑張れ、ほんまチルドレン。ほんまチルドレンはおもろい。ほんまチルドレン叫ばれたら普通に笑うかもしれない。ほんまチルドレンお時間か、お時間。あ、ふう、言いたくなる。あ、言いたくなりますか。それって、どういう意味、湧くやつ、
悪やつやね、悪やつすか。今日はひたすら練習かな、ひたすら練習で、はい。明日は前座から出てみたら、いや、ちょっと死んじゃう。はやじゃあ男女読みしたいと思います。いきます。13位りゅうちゃん、ありがとうございます。12位ギバ、ありがとうございます。11位渡り鳥、ありがとうございます。10位くまのみ、ありがとうございます。9位おいちゃん、ありがとうございます。8位みとさら、ありがとうございます。7位ロックノック、ありがとうございます。6位青、ありがとうございます。5位ボン、ありがとうございます。4位トンスケ、ありがとうございます。3位ノア、ありがとうございます。2位ウッチー、ありがとうございます。1位コウスケ、ありがとうございます。ありがとう、みんなありがとう。みんな配信来てくれてありがとうね。朝からなのかな。まあ今日はこの方は安心にしつつ、安心にして、はい、体調管理、普通にね、ガチの体調管理もして、てかさ、メールって届きました？夜も配信あるの？いや、ないな。メールって届きましたか？メール取ってる方。また明日ね、明日ね。メール、あ、届いた。あ、よかったよかった。よかった。なんか一昨日届いてなかったっぽくて、結構早めの時間、9時半くらいなのも送ってたんだけど。なんか朝開いたら返信が、そのやつの返信全然なくてびっくりしちゃった。よかった、届いて。一瞬暗闇だと怖すぎ、なんでだろう。まあいいや、ありがとう。明日は頑張ります。みんなも一緒に頑張ろう。明日は DMM でも、はい、明日楽しみにしてるよ。楽しみにしてる。あ、でも緊張するけど、一昨日は行ってなかった。だよね、寝なかった、遅れなかったっぽい。じゃあね、明日は朝配信かな、多分そうだと思います。待って、でもね、多分絶対超絶早い時間帯になるわ、朝配信多分。それだけご了承を、すいません本当に。ありがとう。じゃあね、また明日の配信時間は明日伝えます。またね、ありがとう。バイバーイ。